Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. この時間はカナダ対ビターレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。カナダ対ビファーレン長崎、まあ序盤で相手に流れを作らせしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。ゲームの序盤見ていきましょう。ボックス内上げる、今津インターセプトを狙う、この序盤まずは両チームともシュートを打って勢いに乗りたいところ。今津、宮城、丁寧に足元を使う、スペースを狙う、いいボール入りますよ。このボールをカットします。スペースへ、カナダカウンターを仕掛けていきます。抜けてくる、人数かけて守ってますけどもね。宮城、もうこれいいですよ。からカウンター早いでしょ。奪います。宮城、早いパス回し、ここでファウルがありました。クロスバー直撃、これは惜しい。前半まだ両チームともスコアレスな展開です。
長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど、前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね、はい、そのあたりディフェンスとの駆け引きだったり選手のスイッチの入れ方も見逃せないですよね。なるほど、どうしたんでしょう。増山、裏を狙うと呼んでいた。さあ左へ預けて、さあカウンターのチャンスになります。今日はまだファーストハーフの終盤に両チームともスコアレスという展開。あっとこれはワンツー、ここはボールを下げる、大きく前線へ、もう一つ前に行きたい。いけるか、旗は上がっていません。さあコーナーキック、カナダ、ボールはクリア、パスの交換、さあ左サイドへスルーパスを出す高橋、流れを止めます。ここで笛、前半が終わりました。前半0対0。北澤さん、前半振り返って一言お願いします。長崎としては今のところリードは奪えてないんですけども、一つ挙げるとすればやはり早めに潰していくディフェンス、これがうまくいった印象ありましたよね。まだ相手に決定的な場面を作らせていませんからね。カナダ対リカーレン長崎、スコアレスのまま後半へと続きます。後半キックオフです。0対0で入っていく後半です。さあ左へ預けて、ここ来ましたよ、抜けてくる、加藤、笠柳と、これはさあカウンターだ、トクラ、組み立てながら攻め上がっていく、これはチャンス、カナダはここクリアで難を逃れます。奪われると危険な位置、カットに行きます、絶好の位置、柔らかいボール、さあ右へ預けて、いいプレッシャーです。長崎カウンターを仕掛けます。右サイドへ振ってスルーパス、The attendance for this match was 71,649. 増山、このボールに触ります。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。まあ少し無理してでもね、先制点を取りに行きたい場面じゃないでしょうかね。この時間での先制点、試合を決める一発になってきますよね。
高橋パスでつないで攻め込んでいきます。トクラに渡ります。これはファールの判定。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。幸運にも注意に終わりました。さあ狙える距離です。うわー、まだる。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。素早いパスで攻め上がっていきます。これは笛はありません。さあ右へ預けて裏を狙っていきます。さあ抜けた。シュートはシュート。今のはよく当てましたよね。いや、素晴らしいですね。読んでましたかね。長崎がここで選手を変えるようです。キーパー、カナダとしてはチャンス作ったんですけどもね。流れは来てますから得点につなげたいですよね。いや、展開早くなってきましたね。長崎としてはいい攻撃でしたけどもね。まあ、まだ時間ありますからね。この流れを続けたいですね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあどうだ、トクラ。さあどうだ、ここで前を向けるか。今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね。これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。裏のスペースを狙う。カウンターでしょ。自分で行く。ここは奪います。カナダとしてはチャンス作ったんですけどもね。流れは来てますから得点につなげたいですよね。さあつながるか。いいボールですね。もういいですね。どうだ。これは直接キーパーへ。残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。さあ徳良、これを読んでいた。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。ああ、ここでホイッスルです。0対0。今日は0対0の引き分けという結果に終わりました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。選手たちにとってこの結果はいろいろと思うところもあるんでしょうけども、見ている側にとっては目の離せないシーンがいくつかありましたからね。内容自体は良かったですよね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。0対0、スコアレスドローという形で終えています。